こんにちは。今日は、間もなく、引退が迫る、小田急ロマンスカーの VSE と、現在、小田急ロマンスカーで一番新しい、GSE を乗り比べていきたいと思います。あくまでも、新旧ロマンスカーといっても、同じ、展望車付きのロマンスカーです。それでは、どうぞ。まず、はじめに、小田原駅から、スタートします。まず、はじめに、行きに乗る、新型車両の GSE が到着です。外観は、オレンジの色をしています。側面に GSE と書いてあります。新宿駅です。それでは、最初の新型の方に乗車します。それでは、座席紹介をします。まず、2つ、荷物掛けのフックがあります。ここには、しっかりとした、ボトルホルダーがあります。テーブルは、肘掛けの横から出す、タイプとなっています。やっぱ、大きくないですね。リクライニングは、肘掛けの横のボタンを押して、倒します。座席の色はこんな感じで、カラフルです。全開で倒すとこのくらい倒れます。シートピッチはとても広くて、いいですね。また洗面所は、さすが、新しいので綺麗です。小田原駅を発車ですね。少しだけ、小田原駅発車をお楽しみください。間もなくすると、ロマンスカーのチャイムが鳴ります。また、この GSE は、このくらいの速度で走っています。そして、海老名駅に到着です。
この後、間もなく引退する VSE に乗ります。今回は、時間の都合上、海老名駅で折り返します。間もなく、引退が近づいている VSE が到着します。引退が近いこともあり、多くの人がカメラを構えています。外観は、新緑で、全体的に真っ白な色をしています。それでは、旧型の方に乗っていきます。シートの色は、鮮やかなオレンジ色で統一されています。それでは、こちらも座席紹介。こちらの車両は、先ほどと違い、前の席から取り出すやつです。あまり大きくはありませんでした。これは、向かい合わせた時に、使うそうです。リクライニングは、先ほどと同じで、肘掛けの横のボタンで倒します。なんか、先ほどより、倒れてる気がします。また、座席も先ほどより柔らかいです。ディスプレイも先ほどより大きいです。カーテンはこのような感じです。またドアはこのように窓部分が小さいです。この車両は普通の列車と違う特殊な台車になっています。なぜかというと、普通の列車の台車は一つの車両に片側四つの車輪がありますが、この車両はこのように車両と車両の間に車輪があるという台車で、一つの車両に片側二つしかない台車になっているのです。だから使いづらく、引退が決まってしまったのも一つの理由です。この座席、実は、景色が見えやすいように、5度だけ傾いているようです。少し傾いているのが、お分かりでしょうか。今いる、この車両は、車椅子専用の車両です。コロナの前は、ここに車内販売がありました。今は潰れていますが、メニュー表のところに、センキュー VSE とありました。VSE の愛が伝わります。壁は木なんですよね。洗面所は先ほどの GSE と同じ感じです。ここには窓があります。そして小田原駅に到着。側面には感謝が伝えられていました。そして、発車していきました。VSE は3月中に引退しますので、今のうちに乗ってみるのは、どうでしょうか？
個人的なんですが、GSE より VSE、かっこ新型より旧型の方が、いいなと感じました。これで、乗り比べは終了となります。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。